皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は2つの英文がほぼ同じ意味になるように空所に単語を書いていきます。1番、 We arrived at the station at 3. We arrived at the station at 3. 私たちは3時に駅に着きました。こういう意味ですね。下が We got the cool on the station at 3. We got the cool on the station at 3. さあ、ほぼ同じ意味になるようにここに単語が入るんですね。2番、 I don't have any books. I don't have any books. 私は全く本を持っていません。で、 not any で全く何々ないという意味を作りました。下は I have the cool on the books. I have cool on the books. ほぼ同じ意味になるようにここに単語が入ります。3番、 He was running then. He was running then. 彼はその時走っていました。ね、過去進行形の文章です。下が He was running at で空欄が2つですね。 He was running、 ここまで同じですね。だから前と同じ意味の at なんとかなんとか、こういう風に単語が入るわけです。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。1番、 We arrived at the station at 3. これは We got to the station at 3. We got to the station at 3. Get to どこどこで、どこどこに着くという意味でしたね。ですから Got to the station、 こうなるわけです。今 I don't have any books. I don't have any books、ね、私は本を一冊も持っていない、全く持っていない。答えはI have no books. I have no books. No なんとかで全くないという意味ですね。私は本を一冊も持っていない。同じ意味です。3番、 He was running then. 彼はその時走っていました。答えは He was running at that time. He was running at that time. At that time でその時という意味を表しましたね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。